事、睡眠、運動などですね、頑張っていただきながら、規則正しい生活をしてくださいというふうな形でよくお話しさせていただくんですけども、まずですね、更年期、自分の体についてですね、よくですね、考えていただき、知っていただく、そして更年期のですね、状態についてもですね、理解していただくことがですね、重要になってくるかと思います。そしてですね、自分の生活をですね、整えるという点でですね、なかなか難しいと思うんですけど、まず一つでもですね、自分の身近なできることからですね、始めていただければいいかなと思います。運動もですね、頑張りすぎずにですね、身近な散歩やですね、家事でも構わないです。はい、体をゆっくり動かしていただいて、少し汗ばむような形でやっていただければ、それがですね、良い睡眠にもつながっていきますので、ぜひですね、体を大きくですね、動かしてください。それが一つのポイントになってくるかと思います。また食事なんですけれども、特に何をしなくちゃいけないということはないので、バランスよくですね、食事をとっていただくことが大切になってくるかと思います。何を我慢するとかそういうことではなくて、主菜、副菜、野菜とです、果物、乳製品などですね、とっていただくのはいいかなと思いますし、昔からですね、和食の方はですね、すごくバランスのとれた食事と言われていますので、最近流行りのですね、発酵食品も含めて、あとですね、大豆製品もですね、とっていただくといいのではないかと思いますよ。来ていただいた患者さんにはですね、まずお話を聞いて聞かせていただくというのを先にさせていただいています。更年期の方々はですね、いろいろ抱えていらっしゃることもあるので、治療の前に話を聞く、検査をする、その上でですね、相談の上治療を開始させていただいています。治療はですね、最もですね、中心になるのはですね、ホルモン補充療法になってくるかと思いますが、これはですね、ホルモンの分泌が少なくなってきた更年期の女性には一番効果があるかなと思うんですが、使える方、使えない方がいらっしゃるので、それはですね、先生とよく相談の上でですね、使用していただければいいかなと思います。ホルモン補充療法のですね、種類はですね、昔は飲み薬だけだったんですけども、今はですね、副作用を減らすという点でですね、貼り薬やですね、塗り薬、ジェル剤などもですね、出てきています。正しく使うことがですね、必要になるので、先生と相談の上ですね、使ってみてください。ホルモンを使うことができない方、またはですね、ホルモン治療に対してですね、不安がある方に関してはですね、漢方のですね、飲んでいただくというのも一つの選択肢としてあるかと思います。婦人科ではですね、漢方薬をですね、結構使うんですよね。はい、なので漢方薬の方もですね、合うもの合わないもの、その方のですね、体調、体格などによっても違ってきますので、先生とよく相談の上、薬剤師の方とも相談の上、使っていただくと良いかと思います。更年期では食事はですね、バランスよくとっていただくのがですね、一番かと思いますが、うまく取れない方に関してはサプリメントもおすすめです。更年期のこれとこれからの老年期にかけては骨粗鬆症などが気になってきます。カルシウム、ビタミン D、ビタミン K などを取っていただくのはおすすめかと思います。また少なくなってきたエストロゲンですよね、こちらをですね、補っていくには、大豆イサフラボンからですね、作られるですね、エクオールなんていうのも利用してみるといいかと思います。今お話ししたエクオールなんですけれども、エクオールはですね、大豆食品をですね、取っていただくと腸内細菌によって体の中で作ることができるというものにはなっています。ただですね、このエクオールですけどね、腸内細菌の中で作れる人と作れない人がいらっしゃいます。日本人では 50% ほどの人がですね、エクオール酸性菌、エクオールを作る腸内細菌を持っているんですが、作れない人もいらっしゃるので、そちらに関してはですね、調べることもできますので、薬局の方でですね、相談してみるといいかなと思います。ただですね、エクオールを作れない人がその場合どうすればいいかということになってくると、これがサプリメントを利用するという形になってきます。エクオールを作ることができない方はサプリメントの方で取っていただく、またですね、エクオールを作ることができるですね、方でもですね、毎日大豆製品をですね、取っていただくと、大体豆腐でいうと3分の2丁、納豆1パック、豆乳コップ1杯分という形になりますので、ちょっと多いかなと思いますので、その場合にもですね、サプリメントを使っていただくのがいいかなと思います。更年期はどの方にも訪れるものです。基本的にはみんなが治療をしなくちゃいけないものではありません。更年期をうまく乗り切るには、生活を整えていただく、生活の中で一つでもいいです。何かできることを始めてみてはいかがでしょうか。運動でもいいです。食事を整えていただくのでもいいです。いろんなことですね、始めてみていただけるといいかなと思います。更年期でですね、症状、自分で悩まずですね、ぜひ周りの人ともですね、相談してください。
周りの人に相談できる方がいない場合、あとですね、症状がとても辛い場合に関してはですね、婦人科の方で相談してください。婦人科は女性の健康相談の窓口です。ぜひ顔出してみてください。お願いします。